京都の坂道コレクション。プータンが清水寺からすぐの三年坂と二年坂を案内します。坂道こんな感じ。行きましょう。京都っぽいですね。うん、二年坂はこんな感じです。感じ、俺が出演しちゃってるこんな感じです。いろんなお店とかもあって、私はちょっと動物性の食品系食べないから食べるもの少ないけど、いろいろ食べる人なら出店とかも楽しみながら街歩きできるかなって思いますね。ふーたんとお弁当持ってきたもんね。から実は前の道をまっすぐ歩いていくと八坂の神社まで行けるので、そこまで今度はクーさんがみーちゃんが行きますよ。京都は歩いてどこでも行けるからいいね。あ、すごい人力車来たよ。あ、こっちは八坂か。ここの道をまっすぐ行ったら高台寺っていうお寺なんですけど、ここは結構夕日とかが綺麗なので、今まだめっちゃデイタイムなんですけど、夕方くらいとかに夕日を見に行ってもすごいおすすめです。じゃあ行きますね。で今日はちょっと行かないんですけど、でもうちょっと上がってったら坂本龍馬のお墓もあるみたいです。歴史好きはぜひ。丸山公園、イエーイ。ここでお昼ご飯食べんねんな。クータン今日一日頑張っていろいろ案内してくれたから、クーの大好きなかぼちゃ食べます。
めっちゃ走ったから大人は疲れるでもいつも家の前もめっちゃ走ってるもんね、一緒に。いっちゃここが丸山公園なんですけど、中を抜けたらすぐに知恩園があります。で、この知恩院の中にめちゃめちゃ長い階段あるんですけど、そこでラストサムライとかの映画が撮影されたりとかもしてて、結構お参りついでに観光もできるのでおすすめです映画好きな人はぜひそこも見てみてください。すぐやしね、丸山公園からすぐだよよし、イエイ。